あら、しずえさん。なんか少し困り顔かい？はい、おはようございます。はい、おはようございます。音楽ホール、素晴らしいと役所でも大好評ですよ。ホテルの建設を進めるときはやってきました。これで最後になると思うと、ああ、だから、浮かない顔をしていたのかい？とても楽しみです。また今度で。あ、はい。はいはい。今日はね、普通にちょっと行こうかな。相変わらずいるね。こたつに入ってオレンジでも食べながらのんびりしたいわ。絵本。冬のスポーツができる。お前はまさかのり巻きさんじゃないですかね。もう一人いるだろ。お前ら何持ってんの？手に。お菓子？アイス？もう一人いるよな。お前か？水玉模様。冬のスポーツで行くか。まあ、ボードだよね。雪山の壁紙とかもらえそうだな。まあ、先日頑張って作ったホールに行ってみましょう。どういう状況だ？楽器の展示会かなんかか？あ、ブザーが。準備完了です。あ、すごい。いいのはいいんだが、おい、お前客だよな。座っとけ座っとけ。お前も多分客だよな。服で判断すべきなのかな。じゃあお前も客だ。椅子に座った演奏しろよ。せっかく全員分用意したのに。ふう。話しかけてみよう。話しかけられなくなっちゃった。一体感がいいね。気合い入れていくよ、ダポテ。あ、止まっちゃった。あ、ミスった。次の曲に入った。一体感がいいんだよね。ノリノリでいくよ。セリフかぶってんじゃねえか。服を脱ごうかな。戸田家さんのように。あ、確かにあいつ全裸だ。座らせちゃったら話せなくなっちゃった。ちょっと降りてもらおうかね。チリンじゃねえよ。チリンチリンじゃねえよ。あ、話せた。気合が入るんだ。いや、素晴らしいですね。演奏者の方が多いね。客少ね。さあ、そろそろ時間だよ。みんな俺見てるんだけど。結構音楽パターンあるな。万太郎、体が反応しちゃうよこの野郎。この曲、あたいの好みにぴったりだよ。まあ無事使われていることは分かった。今日は普通にお仕事をしましょう。なんだい？入れないのかい？コンサート聞いていかないのかい？さて今日のお仕事はお前だ。やっぱのり巻きだ。
違うよ、オイラ中を覗いてたんじゃない、物件を見てたんだ。あのさ、こんな感じの家にオイラ住みたいんだよね、くるくる。土地探しから家作りまであんたに任せるからさ、引き受けてくれないかい。お任せください。これでやっと雪山の上が使えるか。冬のスポーツ三昧、ウィンタースポーツってやつだね。ではのりまき様、これから実際におうちのプランニングを進めていきます。はい、お客様の目に合いそうな土地。まあ、ペンギンだもんな。寒中水泳とかお前ならできんだろって気はするけど、まあ、普通に考えて雪山かな。ここだな。ちょっとここは死にそう。うん。ここほんとひどいよな。こんなとこ住みたくもねえぞ。それじゃあここで行きましょうか。当然のごとく冬なんだから雪山で。はい、間取り。まあ普通にちょっと広めのワンルーム。これ基本ね。横長。はい、のりまき様、このプランをベースに現地でコーディネートしましょう。横っ腹叩いてんの？あれか、手が短えな。やってきました。ここか。どんな絵になるか楽しみだな。お任せください。まずは新作アイテムを確認。リフトあるよ。わあ、結構あるある。普通さ、スノーボードとかスキーとかあるんじゃないの。普通おかしくねえかな、追加されるアイテム。まあとりあえず、ここじゃねえな、どこだったかな。冬の雪山、とりあえず人工降雪機は用意しておこう。雪が足りないときはこれに限るね。とりあえずこの辺のポールリメイクできたよね。三角の標識はダメなのか。見えない見えない。意外に正面見えてる時間短い。方向指定、展開禁止、侵入禁止かな。当然雪山にはクマも出るよね。スリップ注意、工事中、鹿注意、はい、クマ注意。プラス当然鹿も注意だし、カンガルーはさすがに出ないな。どこの国だよって話になっちゃう。でスリップ注意、雪山ですから。危険すぎるなここ。そして当然スタッドレスつけた車で来たいよねっていうことで、車を、車どこだっけ、あった、リメイク。雪らしくホワイト、ちゃんとスタッドレスタイヤで来ようね。崖ギリギリ、むしろはめちゃうみたい。うわー、押すなよ、絶対に押すなよ。押せません。これやべえな。
もう置くものないぞ。まるで今から雪山から飛び出すかのような。ボブスレーに乗って突入じゃって感じ。乗れない。駐車場、駐車場。普通に車ぶっこんどくか。ラグ系でなんか使えるかな。灯油。これね、やっぱ灯油置いとかないとね。燃料足りなくなっちゃう。見えねえ。もう一回奥にする。ないならないなりにうまく表現する。それが私の腕の見せ所。端っこの方にレトロな街灯ね。これ死なないようにこうしとこうか。これ以上先には行っちゃいけないっていうね。よし、ここまで来て家のモデルを変えよう。メルヘンな家。雪山のロッジみたいなイメージで行くんなら、これかな。ダメだ、こんな雪が積もっちゃう。やっぱとんがらせなきゃダメか。とんがりくんならやはりカントリーなロッジみたいなね。瓦はあんまりよろしくないよね。わらぶき。とろくなもんねえな。トタンとか安っぽすぎるしな。レンガ。あ、見えた。なんだこの原色。エレガントな屋根。ラブリー、んー、ラブリー。ラブリーなのはお前の方だ。痛い、目が痛い、目が痛い。焦げ茶、鉄の屋根。どうじゃわしの家に泊まって行かんかみたいな。あ、こんな感じで行きましょう。はい、正面正面。木枠の壁。ログハウス、白いログハウス。屋根がチャチすぎる。ブラインドのドア。木だから茶色、濃い茶色とかいいな。ログハウスですからね。濃い茶色がないな。薄い茶色でいくぐらいなら赤の方がいいか。お、これだな、ここだな。赤いガラスにして屋根を茶色にしようか。よし、シックな感じになりました。で、柵だよな。雪山はなんかロープってイメージかな。この先行かないでくださいってね。ロープ、逆に行きそうだな。有刺鉄線。有刺鉄線はやりすぎだと思うな。ボカコンクリート。
ブロック。もうちょっと種類ないのかな。よし、ログハウスっぽく横向き丸太の柵。それでは中に入りましょう。持ち込み家具をまずはオープン。ボブスレー家の中には置かねえだろ普通。驚きだ。どうしようかな。雪山っぽさを出しますか。普通スキーとスノーボードだろう。おかしいな。あった、ゲレンドだ。ロッジじゃなくてゲレンデをこっちで出しちゃう。今にも飛びかかりそうなボブスレーたち。まあ、欲しかったもんはもらえたけどさ、うん、この壁紙欲しかったんだ。だけどつけれるものなさすぎじゃねえかこれ。いくらなんでも。あ、すげえ上だこれ。素晴らしい。これはリフト、天井から吊り下げじゃないんだ。ホットホットじゃねえ。こういうこと？シャッシャッシャっていけるように。奥にはボブスレー、さらに中にもこれ。あ、雪出てる。うん、もう終わったよ。これ以上置けるもんねえじゃねえか。何かないのか。この背景にしちゃった時点でもうすでに壁には何も置けないよね。スキー場って言ったら有線かなんか分かんないけど、わけの分かんねえ古い音楽が流れてるんだよね。先輩先輩先輩。もうお前これでいいんじゃねえのか。もう雪山だろ。でも音楽流したいな。なんとか流せないかな。 DJ スペース、オルゴール、ロボ、ジュグボックス。目立たないロボをここに隠しておいておこう。色が似てるから目立たない。窓いらないよねこんなの。雨、海、風。いらない。あれ、もうマジでこれで終わっちゃったんだけど、どうしようかな。今日のお仕事は早めに帰れそうだね。まあ一通りぐらい目通してみようか。ここは使えねえよな、外になっちゃってるもんな。雪山でもあったかいようにこのストーブとか置こうかと思って外に灯油を置いたんだけどな。だから暖炉とか使ってロッジにしちゃうのも一つの手段なんだよね。で、板の部屋にしてスリッパとか置いてさ、あったかいロッジですよ。
それも一つの手段だね。植物、で、あったかいコーヒーを置いて、当然寒いんだから土鍋でお料理しましょう。あったかく煮込んだシチューもありますよ。他にはおでんとかね。順路、こういうこと。ダメだ。ライト、ロッカー、横長にしてボブスレーコースみたいなのを作るってのも一つだったかもしれないな。ハードル、ネット、ネットは使えないことないかな。バレーのネットだけど、これをあれだね、ここに置くことによって行き過ぎないようにする、回避ネットにするみたいな。リフト、思ったよりもなさすぎる。浮き輪、ボール、飛び箱、あら、もう楽器、もう楽器になっちゃった。あとは外置き系、うん、これもうダメなんじゃないかな。個人的にはここで一時保存とかできたらね、最高なんだよね。これはこのまんま置いといて、これとは別にあのロッジ系で作りたいっていうのはある。だ、外でもうやっちゃってるもんね。外にも全部置こうか、中ロッジにしちゃおう。やっぱりその方がいいかな。お仕事頑張るぞい。はい、ログハウス系の、ガンガンじゃねえよ、ログハウス系のロッジに早変わりということで、いたかな。ゲレンデのロッジってどんな感じだ。いいのないかな。ウッディな感じがいいんだけどな。と、壁紙変えると一気に変わるよね。うむ、ない、この辺の基本的なウッディな壁紙でいいです。で、よし、もう一度考え直し。まずは暖炉、なんかイメージ的に暖炉的なものがあるっていう。暖炉どこだっけ、ここだったよな。暖炉があって、暖炉の上面にはだるまストーブ、これど真ん中かな。そして暖炉の上にお前の写真、やったぜ。そしてお着替えスペース、
ウッディな感じでね。ミックスウッドいいかな。2マス使った大きめなタンスがつけたいけど、いいのないかな。ロボットタンスはいらないですよ。ミックスウッド系。クローゼット。ロッキンチェア的なね。で、一応服は服なんだけど、服とは別にすぐスキー等に行けるように。あるだろ。ダウンジャケット、上に置くのは違和感だな。ダウンジャケットとグラサンの下、これさ、ホッケーのマスクはさ、マスクじゃなくてアイスホッケー道具を用意しろよ。アイテーブル、アイテーブル、ミックス時計、和風テープ。いや、手抜きでいけるわ、手抜きで。こうだな。グラサンはいいけど、服上に置いちゃうと違和感だ。できて、ここはちょっとゆったりとしたスペース。絨毯、なんかさ、こんなのがさ置いてるイメージがあるんだよな。ちょっとでかいな。もう一個小さいのにしよう。 S サイズで。で、普通に絨毯で、アジアンのラグで、ロッキンチェア、ロッキンチェア。ミックスウッドのチェアしかない気がするけど、一応それらしきチェアをチェック。ベンチよりもソファーとかの方がいいよね。休憩したいから。まあ当然のごとくないよね。そのものズバリのアイテムはない。なんかあった気がするぞ。こっちか。確か外物、ビーチベッドをちょっと近すぎるか。アジアンならずをもう一つ大きく、うん、机、テーブル、テーブルじゃない、あの書斎っていうか、あれの上に机で、机じゃねえや、なんだ、テレビだ、テレビでも置けないかい。置けない。
壁掛けテレビというね、素晴らしい手段があるんだよ。これほんと助かるわ。ただスイッチをオンにできないっていう。オンにしておこう。本を読んだりテレビを見たり、この位置はダメだな。こんな置き方しちゃダメだよ。やっぱこうか。でここに壁掛けのコート。ハニューハンデッドじゃないっていう。ロッジはあったかいものを食べたいところだね。ということで次に考えるべきはキッチン系。おう、コンロ台、ガスレンジ、そこまでね、でかいのいらないよね。だらしないシンクをさ、これだらしなくないシンクにできないかな。ダメか。ガスレンジ、これで迷うな。画面端につけるとほら外に暖炉の横にストーブってのもおかしいけどね。暖炉でいいか。さらば、これで広く使えるようになった。でくつろぐところと、でここでゆっくり食事ができる大きいテーブル、大きいテーブルくださいな。食事する系のテーブルだからね。とりあえずナチュラルなテーブルを置いてみようか。意外に悪くない。うん、意外にナチュラルなテーブル悪くない。でナチュラルな椅子、普通にシックな椅子かミックスウッドのチェアかだな。これは食事する場所だからね。キッチン。
こっちもちょっと覗いてみるか。この辺はおでんとかその辺だもんな。キッチン系はこっちはきついな。とりあえずおでんは出しとこうかな。中華まん。コーヒー。鍋料理。カツ丼ラーメン。麻婆豆腐。鉄板焼き。シチュー。このまんまテーブルに置くのはありえんな。さて、ここでキッチンだ。ここをうまくすることで一気に素敵に見えるはず。逆に言えばここをうまくできないとばっかみたいなのになっちゃう。おしゃれなゴミ箱。ダークウッドに。捨てやすいようにね、この後ろに。すぐポーイってできる。やっぱあとはキッチンだな。キッチンのシンク。ガスは使いたいところだね。普通にコンロ台。電子レンジ、冷蔵庫、ここにあれだね、帽子も欲しいな。服系のアクセサリー、帽子、毛糸の帽子ってかスキー帽だよね。なんかいいのないかな。ニット帽かな。こんなニット帽かぶってスキー場にいる人いるもんね。起きたくなるな、ほんと。青いニット帽。これね、あんまり映えないね。青いグラサンつけるんだからこっちのニット帽にしとこうか。この装備を持ってすぐに突入じゃ。ここ狭。もう一個奥だな。そうそう、でコートじゃなくて、いやコートか。コートは外に出るときにすぐ着ていきたいからこっちに置いていって気にしようかな。でこっちはいわゆるしまい込まれている、ウェアはこっちにしまい込まれているって発想でいいや。これで料理も十分作れる。これだな、なんかな、これ置くんなら普通にテーブル置いた方がいいんだよな。あんまりキッチンに魅力を感じないという。これとかね、もう場所取りすぎなんだよね。
流し台にしたら1個ぐらい置けるか。こうしてここに支柱を置こうか。で料理終わったらみたいなね。でここに結局使いやすいのはこれになってしまうのか。でここにおでんを置いて、現在鍋とカニを手前に。お食事、ホットコーヒー。見るコーヒーメーカーぐらいかな。あ、鍋リメイクできるじゃん。カニすき、すき焼き、おでんあんじゃん。チゲ、冬だもんね。チゲかな。眠るんじゃない、テレビを見なさい、テレビを。オリオ、よし、コーヒーカップ。うん、よし、中はロッジという体で完成してしまった。うん、エアコンないと死ぬね、どう考えても。まあ一応暖房あるけど、あれだけじゃダメだろう。コルクボード、これ貼っとこう。ここにイベントとか入ってるんじゃない。うん、お前は寝とけ、腹でけえな。はい、そこにアイリッシュソングに入ってるってことを分かりやすくしておいて、監視カメラ、ロイヤルなウォールランプ、これいいね、これ明かりに。意外に綺麗にできたね。さあ、家の中を使わなかった分、こっちをね、充実させないと。
バッグで入れたねって。ここからモービルに乗って。こういうふうにかわしながら突っ込んでいく。最終的には飛び出し禁止だけど、横に回せないのかな、外だと。こうクオウクオウクオウ、あここで俺のあの発想が生きてくるわけですよ。っと捨てすぎたからない。こっかんな、こっちだ。バレーのネットをこう間違えて飛び降りてしまわないようにここに置くわけですよ。確実に突っ込むなこれ。うん、やっぱ車こっちに置くしかない。結構こういうふうにネットで行けなくしてるスキー場とかあるもんね。まあ、そういう問題でもないけど、やっぱこうだな。人工降雪機はこの辺に置いとこうか。好きな方に乗って飛び込んでください。こんな感じで、ここで死ぬ、いや死ぬじゃねえ、死んじゃダメだ。よし、で使ってないのがもったいないからこれ置いとこうか。一応超適当。これここに置いたらさ、これに座ってどこに行くんだいって意識、積んだ感、この積んだ感抜群の場所よ。できたな、できちゃったな。進入禁止、駐停車禁止、展開禁止。どうやって帰るの？方向指定、自転車専用、歩行者専用。これこっちにずらして、空いたここに矢印、矢印どこだっけ。矢印やーい、あった。うん、こうやってこっち行ってください。こっこれは完成してしまったんじゃないか。ちゃんとボブスレーとスノーモービルは用意できている。ボブスレーで降りてスノーモービルで上がってくるっていうの？ボブスレーで突っ込んでここに突っ込んで、こうスノーモービルに乗って上がってきてもボブスレーはない。うん、気にせず2個並べとこう。
これいいんじゃないですか。もうこれでいいんじゃないですかね。持ち込みの家具も大体使わせてもらいましたよ。じゃあ、あとはこうカメラ目線的にいい場所にのり巻きを連れてきて、どっかいい角度、いい角度ないかい。割としっかりとしたものじゃないかね。壁に貼るいいものないかね。天井は相変わらずシャンデリアかぐるぐる回すやつぐらいしか置くものがないんだよ。あ、キッチン吊るし棚がある。俺じゃねえ。これどうやって取るんだろうな。このゲームの身長じゃ取れねえよな。俺じゃねえ。お前じゃない。お呼びじゃない。あいつなんか椅子に座ってるし。ちょっと立ちっぱなしのお仕事疲れちゃうんで。おしゃれだね。ちょっとおしゃれさが演出できたんじゃないでしょうか。じゃあ完成宣言出しちゃうよ。もうちょっと引くか。ダメだ、これ以上引けない。これ以上いけない。やっぱこうだね。完成しました。よっしゃ、早速見せてもらうぞ。くるくる。よっふー。のり巻き様、冬のスポーツ三昧のお家ということで。全然冬のスポーツできないじゃないか。そう焦らずに、家の中をスポーツできるようにしてしまうと、一体どこで休憩すればいいのかわからなくなってしまいますので、家の中は冬のロッジ風にさせていただきました。そう、家の中でゆっくりと体を休めて、そして準備を丹念にしてからお外に出てみてください。そのためにまずは住みやすいお家となっております。温かいものも用意しています。ペンギンって温かいもの食べれるのかな。そんな細かいことは気にするな。多分ペンギンだから寒くてもそんなに困らないんでしょうが、普通の人は寒いんですよ。そして家の中で温まったら、どうぞこの庭ボブスレーに乗って一気に滑空。当然スピードを出しすぎると崖からランデブーということなので、一番奥にある、カラーコーンから奥には行かないようにしてください。一応横には落ちにくいようにネットを張らせていただいております。これで崖から落ちる心配はありません。雪が足りない時には人工降雪機によって雪を追加。当然車はスタッドレス仕様。そのピッケルで何でも好きなもん掘ったらいい。なんでピッケル持ってんだよ。もういいよ、好きに改造しろよ。気に入らねえんだったらよ。なかなか気に入ったぞ。マジありがとうな、くるくる。気に入ったのか。ひらめいた。ふぅ、きっと庭を増やす気なんだよね、のり巻きは。はい、ほんと大変でした。
帰っていいの？ちょっと雪山寒かったからね、早く帰ってゆっくりしたいんだ。今日はとっとと帰ってしまおう。今日の仕事を終える。はい、日報書いて仕事上がろう。日本。